前に何、うん、ていうんですかねファンになるということはその人を背負うことだみたいなことを言ったじゃないですか、うん、あのいい会、いい話の会、うんまあ、まさにその通りいい話ねあれね <laughs> その通りなんですけど、うん、その某球団のことをアイコンにしてる人が悪口書いててみたいなね、うん、そうするとその球団のイメージ悪くなっちゃうよみたいな話をしましたけど、うんうん、前で他の芸人とかとその話してたら、うん、その他の芸人が言ってたんですけど、うん、一回。 あの街で横断歩道もうほぼ意味ないぐらいの1 2ルの横断歩道の信号付きみたいなのあるじゃないですかある、ね、あの別にもうこれ何の意味もほぼなしてないようなうん、うん、一応信号付いてるみたいな横断歩道をとある球団のユニホームをた男2人組がこう歩いてて、うんうん、それを渡ろうとした瞬間に赤信号なの渡ろうとした瞬間にもう一人が「おいやめろ!」みたいな「お前これを着てるってことは何背負ってるか考えろよ」みたいなことを言ってたらしいです<ー>すごいいい話。 すごいいい話だからその球団のことは別に言っていいんだけど悪口書いてた球団と一緒だからあんまり言いたくないというかそれだけ言うといいイメージだけになるというかでもこっちは悔しい悔しいというかこっちは一個あるでもすごいいい話というかいい話ねうんこれそういうことだよなそういうことですよ特にユニホームなんてもう目立つというかねわかるわけですからうん まあ何だってそうですよあのそのなんていうんですかカテゴリーだけじゃなく街の人が移動中は見てるわけですから、うん、ユニホームしっかり、まあ、アイドルのうちわとかでも何でもそうですけどそこのやっぱ他のね全然関係ない第三者が見た時にどう思うかっていうところまで考えれたら一番素晴らしいですよね素晴らしいなその人なかっこいいでしょでもそういうねうもう俺ほんまにその阿佐ヶ谷とかたまに歩き寄る時とかすごい顔して歩き寄る時あるもん 全員殺してやろうかっていうような顔をして歩いておる時あるけどほんまに気ぃ付けんといけん俺それ竹井さんの奥さんに見られとって、うんうん、今日の話自<分>なんですけど自分がその,あのファンとかじゃなくてそのものがウエストランドそのものがってことやめてくれよもうマジであのいや、家帰ってきて今日朝方帰ってきてあのどこそこの阿佐ヶ谷のどこそこのファミリーマートにいませんでしたかって言ってうん うわ寄ったわと思って、うん、すごい顔してましたよっつってぺろぺろだったよもう、うん、だからお前はそうですその無名だからいいけど、うん、その僕とかだって結構声かけていいじゃけんなそうそう,そう,そうお前もそれが意識しないと気づかれてますから、ね、そうそう,そうなんか意外とだっけ気づかれとるときあるんらしいんだよなだから自覚がないな一番ダメですよで、うん、それはもうほんま気をつけない俺らタイタンを背負ってるわけですからね一応。うんうん ダメです。そんなことしたらね。もうすげえ反省して。うん、いやこれたくみさん奥さんだったっけ？良かったけど。うん、例えばそうじゃない人がなんかもう人殺しみたいな顔して歩いてたらな。もう メいやいやダメですよそりゃ <laughs> ダメですよそん今日いやあそれでいや前から結構言ってますよだから気をつけてくれ,くれよっていうことはね、うん、そんなのいくらでももうみんな見てますよそりゃウエストランド好きな方それこその映画館で僕が声かけられた話じゃないけどその人は多僕じゃなくてお前だとしても気付いてるわけですからすごいみたいなちょっとでも思われるようなことをやったらね、うん、もうその段階でわい嫌ないやつなんだって、うん、なりますからね本当にやめてくれよ 僕が <laughs> いやそそうそうお前に迷惑かかるしなまあもっとね引いてはいろんな事務所とかもありますからそうね事務所にも迷惑かかるしなどこで見てるか分からないですからねまあ、うん、ファンどころかその本人そのものがね <laughs> それはみんなやってるよあの球団の選手たちもタレントさんも <laughs> 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 まあ何でもないその段階なんでウエストランドファンの方がよっぽどしっかりしてるわそれだったら、うん、や,やってくださいちゃんとねそれはもう今はこういう時代ですからどこで何見られてね何つぶやかれるか分からないですからね、うん いや悪印象与えてんだろうなお前なんていや俺絶対そうだと思うわ落ち込んだな俺なんかって思っとるそれがよくないですからね一番タレントとしてよくない俺のサインなんて入れないでしょみたいなやつ向こうとしては嬉しいのを否定されたことになりますからね自分をそうねお前すごい言うけどやっぱほんまそうだよないやいやそりゃそうですよみんなすごいと思うやっぱスターまあスターじゃなくていいけどタレント全として振る舞わないと 売れてなないけどなだからやっぱアイドルの方とかそういうのもすごいし、うん、まあ言ったらねキングカズとかそれを徹底してサッカー選手ってかっこいいんだと思わせてるわけですから、うん、そうね芸人ってこうなんだ普段でも面白いんだみたいな雰囲気はねやっぱ出しておいた方がいいんじゃないですかうんそうやなマウント飛ばじゃなどういうことですかやめめときます <laughs> <laughs> 諦めんな <laughs> <laughs> いやこれはまあ別にあの当人は当然もちろんとしてね、うんえー、他の何かを応援されてる方々も、うん、いやええ話じゃなちょっとほんま反省するわ俺。 珍しく響いたな今日の出来事5分間でこんな、うん、まあ今日の今日だったっていうのもあってか今日の今日だったしその話とリンクしたしなこんなに落ち込んで5分間配信するもんなもう今すでに芸人としてダメじゃねえかっていう <laughs> 話もありますがまあまあそれはそれとして芸人としての面白さはもう諦めてますからでもまあ社会人というかあの、うん、見られる側としての振る舞いはねそうそれはだってもう本当に僕も一応あのわけわかんない若手とかと歩いてて、うん、あの 信号とか渡ろうとしたら絶対止めるもん。お前はいいけど僕はダメなんだよっていうあの調子に乗ってると思われてもそうしないとあのダメですからね。そうね。爆笑さんにも迷惑かかりますからね。シいては。じゃあそう言いましたよ。三分ぐらい前にその話出しましたよ。聞いてなかったのかもしれないですけど。待ってお前のアイデアみたいに言うなよ。バレたんだよな。まあこれはあの我々が一番肝に銘じますんでね。その見てて。 かっこいい話がありましたよ広島カープのユニフォームを着てる方がそうだったらしいですよ<ー>かっこい,い。そうすると好きになる,なる、ねうん、かっこいいなと思うもん、うんうん、そういうふうにいきたいですね我々も自分の好きなものに対してもそうだし当然僕ら自身もそれ気をつけていきましょう平日毎日愚痴を更新していますぜひチャンネル登録してみてくださいウエストン井口の「